への舗装道、鍋奥翔です。今回の動画は国道168号全線走破の旅第5弾奈良県後編をお送りします。後編と言っていますが、奈良県編は十津川村編、五条市編、中編、後編の4つになっています。今回は柏市から王寺町、斑鳩町、目栗町、生駒市へと走ります。これにて奈良県縦走の旅完結となります。では柏市に入ったところから国道168号全線走破の旅奈良県後編スタートです。柏市は以前の動画でも紹介していますが、再度紹介しましょう。柏市は1956年、昭和31年に五井堂村、伊条村、下田村、泉村の4村が合併して柏町ができました。柏という名前は4村がそれ以前に合併した村の名前にもありません。実は柏は4村が共同で運営していた柏中学校の名前を取ったとされています。では中学校の名前は何に由来するかというと、地域にある鹿島神社です。今回の沿線にあります。その後1991年平成3年に市制施行しています。また柏市出身の有名人は吹石一恵さんです。歌手の福山雅治の妻ですね。鍋尾にとっては元近鉄バファローズ吹石徳一選手の娘さんというイメージですが、吹石徳一選手はあの江夏の21球の時代走として出場し盗塁を決め、一打逆転さよなら、初の日本一となる緊張の場面を作りました。鍋尾は当時電気屋さんの前でこの場面に釘付けになり、負けた近鉄のファンになったのです。これも以前の動画で話しましたね。近鉄はこの後もリーグ優勝はすれど日本一にはならず、唯一日本一にならなかった球団として今もプロ野球史にある意味輝く記録として残っています。近鉄大阪線の踏切を渡ります。この先の交差点で国道165号と交差します。165号の動画がありますので、まだの方はご覧ください。右に見える森は柏市の紹介で出てきた鹿島神社です。御祭神は竹三日月の狼です。武神ですから勝負ごとの祈願が良いかと思います。
奈良県道105号中和幹線をくぐります。ここで奈良西幹線と合流します。ここは左先で国道168号と合流するようになるのでしょうか。国道168号のこれから先の区間では拡幅工事が進んでいます。この工事が完了すればかなり走りやすい道となるのでしょうね。これも南海トラフ大地震に向けた対策の一つなのでしょうか。西名阪自動車道をくぐります。そしてくぐったところを左折すると奈良県道54号柏インター線です。この路線は400メートルの短い路線です。ここで王寺町に入ります。この先も拡幅工事が行われています。
この先の交差点で戻るように左折すると、奈良県道202号は武田・藤井線です。ここが起点です。ここを右折すると、奈良県道14号桜井・田原本・王子線です。ここが終点です。この交差点を左折すると、奈良県道201号三笹木王子線です。ここが終点です。三笹木も読めませんね。鍋をにとって三笹木は京都山科の三笹木です。この先の交差点で左から来る国道25号と合流し、しばし重複区間となります。先日配信した一気見でもここ映っていますから、進行方向が違うとどう見えるか見てくださいね。そして交差点を右折すると、奈良県道36号天理王子線です。ここが終点です。36号は三重県道結番シリーズ第1弾として動画があります。まだの方は見てくださいね。勝毛川を渡ります。ここを左折すると王子駅南口です。JR 大和路線、和歌山線、そして近鉄田原本線をまたぎます。この交差点を左折すると奈良県道156号王子停車場線です。ここが終点です。大和川を渡ります。そして橋の途中で斑鳩町に入ります。それほど長い橋でもないのに途中で町の標識があるのは珍しい。とっても主張してますね。この交差点を右折すると国道25号の建設中のバイパスです。ただこの先の国道25号にはつながっていません。左折すると奈良県道236号市議山線です。ここが起点です。この路線実は大阪府道とつながっているのですが、共通番号ではありません。そのため終点は大阪府との県境となっています。標識立ってるのかな。情報を持っていらっしゃる方はコメントよろしくお願いします。この交差点で国道25号は右折しお別れです。そして左折すると奈良県道195号王子3号斑鳩線です。ここが終点です。皆さん、今回のサムネ気づいていただきましたか。実は国道25号の時のサムネに似せています。知らんがなって言われるのを覚悟で作りました。ぜひ国道25号の動画一気見でなくご覧いただけたらと思います。ここで手栗町に入ります。これまた難読ですね。
この交差点を左折すると奈良県道194号椿井王子線です。ここが起点です。この交差点を右へ進み、へぐりバイパスを通ります。左手が旧道です。そして左手に見えるのが道の駅大和路へぐりです。奈良の道の駅を制覇するのは1日では絶対できそうにありません。今走っている舳倉町について紹介しましょう。舳倉町は1889年、明治22年に明治村として発足したのが始まりです。その後、1896年、明治29年に舳倉村に改称します。1971年、昭和46年、町制施行して舳倉町になり現在に至ります。135年間、町の大きさも変わらず現在の自治体となっている全国的に見ても希少な自治体です。町内には虎の大きな置物で有名な市議山長後村支持があります。阪神タイガースファンの聖地ですね。ここで生駒市に入ります。今回の動画はここまでです。国道168号は御神道路の建設が進み、ひどい道こと国道が改善されているイメージが強いですが、今回の区間でも拡幅工事が行われていました。日常の渋滞解消と緊急時の車両通行のためなのでしょうね。すべてが完成した時、この168号がどのような道として日常使われるのか楽しみです。次回ファイナル動画でもお目にかかりましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければチャンネル登録、グッドボタン、そしてベルボタンもよろしくお願いします。鍋を苦笑の三重の舗装道でした。まったね。